はい皆さんこんにちは今日はね度数法と古度法という角の測り方について説明していきたいと思います度数法というのはあの分度器を買うとついていたね1度2度3度ずっといって45度90度120度ねそのようななんとか度で呼ぶのが度数法と呼ぶ角の測り方だったわけですはいではテーマを説明していきます テーマは度数法と角度法です。まずね重要なのはね、えー、ここに円があります。円があってここに扇形がつく作られてるんです。扇形がね作られてるわけね。そしてこの円の半径は今ちょっと書き込みますけどもね、ここ R とします。半径は R ね。はい。今ここにね半径 R の円があるわけ。 そして今60度測るとここに扇形ができますね次120度回すとここにも扇形ができるぐるっと180度回すとまあ扇形というか半円ができるわけですなんでこんなことを説明したか60度の時の弧の長さと180度の時の弧の長さの関係はどうなっているでしょうここなんですね弧の長さは角の大きさに比例しているんです この長さは角の大きさに比例する。中心角六十度の扇形の。この長さと。中心角百八十度の扇形の。この長さを考えると。この長さは百八十度の方が六十度の方の。三倍になりますよね。角度だって。百八十度は六十度の三倍になってますね。ここに着目するんです。この長さは角の大きさに比例する。そこで。 新しい角の測り方を採用するわけですどのように角の測り方を定めたかこここの部分なんですこの長さを半径で割るんですこの長さを半径で割ったものを角として採用していくんですもう一回言いますね扇形のこの長さを半径で割ったものを角として採用していくわけこの角の測り方をコド法と呼ぶんですこド法ねじゃあ 5度法ってどんなものってことになるわけそこでここに書いておきました今180度と書いたのは小学校以来慣れ親しんでいる度数法と呼ばれる角度の測り方です180度ちょうどここに図が書いてありますねちょうどここに半円の図が書いてありますねはい、半径 R の円があります、えー、円周の長さはどうなるでしょう一周くるっと回ってくると円周の長さは 2πR ね 直径かける円周率で一周すると二 πr。半円周、中心角が百八十度の扇形は半円周ですから、この長さは πr というのはいいですよね。πr ね。一周が二 πr。半周は πr ね。はい、この長さは弧長は πr。半径 r です。割ってみましょう。弧長 πr を半径 r で割ると π になりますね。そう。 この出てきた π を古度法という呼び方の角度なんですそのとき重要なのは180度に対応するのは π と呼ばれる数なんです180度に対応するのは円周率の π が対応していくわけです古度法では π と呼ぶわけですただしこの π というのは180度を表す角なんですいいですかこれが古度法の基本です円周率の π は古度法で π というね角は 度数法では百八十度なんです。そして赤のチョークでポイントを入れてきました。π は円周率、π は円周率ですから間違わないでね。三点一四一六ですよ。π は円周率で数としては三点一四一六ね。この π は百八十度を表示する、百八十度を表す角なんです。だからこれから角の測り方はこの方を使っていきます。π と呼んだら百八十度を表す角。π の半分。 π の半分の2分の π は90度を表す角となっていきますまず今日はこの弧度法と度数法の因果関係について理解を深めていきたいと思いますでは例題に入ってきますはい例題を確認していきます次の角を弧度法で表せです210度から330度までありますまずね今日のポイントを押さえておきます 今日のポイントは何だったか、これだったんです。百八十度というのは、この方では π になるんだよと、ね。π はあくまでも三点一四いくついくつという円周率ね。だから π と百八十度をイコールでつなげてはいけないの。百八十度と π をイコールでつなげてはいけない。π は円周率で三点一四いくついくつね。えー、角の大きさとしては百八十度を表しているだけなんです。今百八十度は π に対応することより ここでね、この一覧表を作っちゃうといいんです。三十度、三十度というのは三十度は百八十度から見れば六分の一倍だから六分のパイになるんです。次四十五度、四十五度はいかい？四十五度は百八十度から見ると四分の一倍なんです。だから。 四分の π が対応してくるんです。次ね、四十五度の次有名角六十度。はい、六十度は六十度は六十度は百八十度の三分のい倍だね。だから三分の π が対応するんです。あと一つ九十度は九十度は百八十度の半分ね二分の一倍だから二分の π が対応するんです。 これを覚えちゃおうね。ちゃんと三十度は六分の π、四十五度は四分の π、六十度は三分の π、九十度は二分の π ね。そうするとこのような角度もすぐに弧度法に直るんです。ではカッ一番弧度法に直していきます。はいどうやるかいいかな。二百十度は二百十度は三十度の七倍。三十度の七倍だから六分の π を七倍して六分の七 π です。 考え方分かった210度は30度の7倍だから6分の π を7倍して6分の 7π がこの方表示になるわけです。では次、225度。225度。これは45度。45度の5倍でしょ。45度を5倍すると225度になります。4分の π を5倍したものがこの方になるんです。では、240度。 これはわかりやすいね60度60度の4倍60度かける4で240度ね60度の4倍3分の π を4倍すればいいんです3分の4倍ね、えー、その次270度270度はいましたね90度の3倍です90度の3倍だから2分の 3π になります はい、最後5番。5番は3 3 0度です。330° 度はい。これを使うわけですね。3 0度ね 30° 度を1。1倍ね 30° 度を1。1倍すると3 3 0度になりますから。6分の π を1。1倍したもの。つまり6分の11倍。これがこの法表示の角度になるわけです。理解できたかな？赤のチョークで書き込んだ。この位置に。 三四五いい、えー、具体的な度数法と弧度法との対応関係で、ね、この五つをしっかりと頭にインプットしといてください例題の解説はここまでですはい練習問題を確認していきます三分の十倍と同じに同じ位置にある角をマイナス二倍以上二倍以下の範囲で求めようですうーん。 パッと問題文を見ただけではよくわかりませんね。まずね今日の学習のテーマである弧度法というものを確認していきましょう。はい、ちょっとグラフを出してみてください。あ、今ちょうど x y 軸が出てきました。今まではこの周りにね0度、90度、180度、240度、240度、270度などと分度器のように書き込んでいった。それをちょっと弧度法で確認してみましょう。はい、出してください。ここが角度を測り始めるこの黄色い線が 角度を測り始める線で、視線ね、これが弧度法で。度数法ではゼロ度、弧度法ではゼロの位置なんです。はい、次出してください。今、ここの黄色い線は、四十五度の位置にあります。四十五度は、これから四分の π と書いていくんです。はい、次出してください。はい、ここはね、百二十度の位置にある角なんです。これからは百二十度、三分の二 π という表現にしていくんです。はい、次出してください。はい、ここは。 ぐるっと回って度数法では210度210度を 6, 6分の 7π と表していくんですはい次ここはねぐるーんと回って300度の位置なんです300度はこれから3分の 5π ねはい最後出してくださいはい一周してきました一周すると360度これは 2π と表していくわけです今まで円を分度器のように見て度数法で0度45度120度と書いていた角をこれからは0度 四分の π、三分の二 π、二 π みたいな形で表すわけです。はい、これがね今日の学習のテーマなんです。ではこの問題をゆっくりと眺めていきます。はい、図分けしてください。ではねこの問題のポイント、三分の十 π ってどんな場所にあるかわからないとダメなんですよ。ポイントは三分の十 π を度数法にして どの場所の角なのか、しっかりと。見てみましょう。三分の十倍を度数法にしています。三分の十倍、これは弧度法ですよ。ここがポイントです。 三分の十倍の π は180度を表します。π のところを180度に書き換える。60度。60度かける10で600度なんです。600度ね。600度というのは度数法では0度から始まって1回転すると360度で、ね、360度から240度来てないとダメなんです。これが 三分の十倍と同じ位置にある角なんです。三分の十倍ね。じゃあちょっと三分の十倍というのは二百四十度ですけど、位置を確認しておきます。はい、円を書いてね、やってみますよ。位置の確認だけやっていきます。二百四十度というのは実際にどこら辺か。ここら辺なんですね。 ここが240度。ここが240度ね。これね。はい、3分の 10π は240度と同じなんですけども、はい、240度っていうのは、この方に直すと何分の π でしょう。240度はこの方に直すと何分の π でしょう。例題のところである重要なことを書いたね。 60度は3分の π が対応する60度は3分の π が対応する60度の4倍ですからこの法では3分の 4π なんですいいこの240度はこの法では3分の 4π なんです240度はこの法では3分の 4π ねつまり3分の 10π という角は240度の場所にあり 240度は弧度法に直すと3分の 4π、3分の 10π と3分の 4π は同じ場所にあるんです。はい、こちらの方が扱うのに楽な角ですから、これを持って計算をするんです。マイナス 2π 以上 2π 以下で答えればいいんですよね。はい、今3分の 4π どうですか？3分の 4π は 2π 以下になってますね。2π 以下になってますね。はい、そうするとこれが一つ答えです。そして3分の 4π にちょっとこれ 落書きしますけども、すぐ消しますよ。これ、書かなくていいからね。三分の四倍、プラス二倍と書くと、どうなるか。二倍は三百六十度ね。三分の四倍から一回転回った、というのがプラス二倍。三分の四倍から、一回転クローンと書くが回ったのが二倍なんです。二倍足しちゃうと、場所は変わりません。しかし、二倍以下ですから、二倍を足しちゃダメなんです。はい。 そうすると、2π、2π を加えて1回、2π を加えて1回転させても位は変わらないけど、2π 以下という指定ですからこれは NG になります。と一つは 2π 以下である3分の 4π が求める角の一つです。その次、この意味わかるかな？3分の 4π マイナスの 2π の意味わかります？ マイナスの二 π の意味、三分の四 π マイナス二 π の意味は三分の四 π から負の方向に向かって逆回転したんです。逆に位回転ね。二 π は正の方向に向かって位回転、二 π でマイナスが入ってますから逆回転、逆に位回転したわけ。逆に位回転しても角度の位置は変わりませんよね。そうすると三分の四 π 引く二 π マイ三分の四 π 引く二 π でマイナス三、えー、分の となりますねマイナス 2π 以上になってますよねマイナス 2π 以上そうするとこれが2つ目の答えなんですそしてねもう一個書いてみるね書いてみるけどこれこここれはやっちゃいけないということなんです分かりました3分の 4π マイナス2かける2 π ね 2π というのが1回転分 マイナス二がついてますから逆方向に向かって二回転したんです。逆方向に向かってね。そうこれ計算しようと三分の四 π 引く四 π でマイナス二 π 以上にな,ならないんです。だからこれやっちゃいけない NG なんです。はい今回の問題練習問題の意味テーマわかりました。三分の十 π は二百四十度と同じ場所にある。それは三分の四 π というこの法で表すことができた。 三分の四 π をベースにしてこの範囲で角を答えなくてはいけない三分の四 π はオッケーです三分の四 π にプラス二 π を付け加えると二 π 二 π をオーバーするからダメ三分の四 π から逆方向逆回転して一回転回ったんです角の場所は変わりませんマイナス三分の二 π でマイナス二 π 以上の条件を満たしたわけですこれが求めている二つの角度ということになります。 練習問題の意味わかりましたが、解説はここまでです。今日の授業を軽く振り返っておきます。まず重要なのは、この一番下のポイントです。円周率の π は 3.14XX ですけれども、コード法と呼ばれる角度の測り方では180を、ね、180度を表す角で、180度表す角 そして例題のところで赤のチョークの書き込みをやりました30度には6分の π 45度には4分の π という書き込みをやりましたよねそしてこの5つの角はちゃんと覚えておいてくださいと言ったわけですけどもその5つの角をしっかりと頭の中にインプットしておいてくださいこれで今日の授業は終わりにしますはい皆さんお疲れ様でした